志賀高原の一ノ瀬スキー場からです。正面が焼火台山、関田山脈ですね。これは手前の山が高屋城山、高社山とも言います。正面が妙高山、さらに左が焼山、少し雲に隠れてますが、その左が戸隠山、そっから白馬岳が見えます。今正面にあるのが白馬槍ヶ岳ですね。さらに左、唐松岳、そして4つのひし形が見えるのが五竜岳、その左がこれは剣岳ですね。さらにその左、先っぽが2つに分かれているのが鹿島槍ヶ岳、それから一旦下がって立山が見えます。その左がすばり岳、レンゲ岳あたりでしょうか。その左、木の間に槍ヶ岳が見えます。以上です。ありがとうございます。